M61、安全ピンの引き管のもとに安全レバーを抑えるためのジャングルクリップが見えている。M26 手榴弾はアメリカ軍が開発した破片手榴弾である。マーク2手榴弾の後継として開発された。従来の手榴弾は爆発時の破片生成が不規則で全く予測不可能であり、能力が均一に発揮されなかった。 この手榴弾では、手榴弾の世界で初めて科学的手法に基づいた破片生成過程の解析が行われ、それをもとに手榴弾の全方位に均一に破片が飛び散るように設計された。従来の手榴弾は爆薬を少なく玉柄を重くして殺傷能力を強めていたので、大きな破片が予想外に遠方まで飛来して投敵者を危険にさらすことがあったのに対し、 この手榴弾は爆薬を多くして細かい軽量な構成ワイヤーが高速で飛び散るように設計されているため特定の範囲には確実な効果を発揮するが軽量な破片は空気抵抗により急速に速度が失われるため投敵者の安全は確保されるように設計されている手榴弾表面は滑らかな薄いスチール製団体でできており裏側には破片形成のために 刻み目が入った構成ワイヤーが貼り付けられている。マーク2手榴弾のあだ名がパイナップルであったためレモンのあだ名で呼ばれる場合があり、後継の M67 破片手榴弾はアップルのあだ名がある。ベトナム戦争など様々な戦争で使用され、マーク2手榴弾と並んで西側諸国のベストセラーとなった。陸上自衛隊でも採用している。西ドイツでは DM41 として 国産、採用された。初期型の M26A1、着発進艦を搭載した m 2 6 a に、M26A1 にジャングルクリップと呼ばれる安全装置を追加した M61 の3種類が存在する。アメリカ軍では M67 破片手榴弾が後継として配備されており、M26 は現在使用されていない。ありがとうございます。